皆さん、こんばんは。小室よりのネットでウィークエンダ、えー、ええ、エムシーのりょうじです。小室さんもなんか、あったかくなってきて、よそ、うん、いがちょっと変わりました。<laughs> 何が言いたいんです。いや、降るなって言われたから、降りかなと思ったんで。ええ <laughs>、うん、あの、さっぱりしました。<ー>さっぱりしました。 ちょうどね桜の散った季節で暖かくなってきました、ね。カメラやらないでね。夜夜、ね、るなって言って夜るなって言ってもや,、ね、やめろっつって、ね。それはもうふりですよね。<laughs> はい。ということでね。はい。えー、ちょっとこんな感じで朗らかに始まりましたけど、<laughs> 今日のネタ重いです。ずっしり。<laughs> 重いです。切ってきたじゃ髪の毛のようだな。ずっしり。ああ<ー>。自、はい、分で振ったね。ちょっとどう言っていいかはよくわからなくなってしまいました。<laughs> はい。 今回のニュースはこちらです、はい、おとおとう<れ>おとうおとなぜだゆっくりやってくださいつぐから大丈夫ですよおとう,んう,うさっきまで動いたのにあらあ、大丈夫ですねはいじゃあ今回の話題はこちらのニュースですはい、えー、若いから仕方ないねと 助けてくれなかったメディアが取り上げてこなかった避難所での性暴力です。三、うん、月十日十一時一分に週刊女性プライムで報じられております。はい、では中身を拝見していきましょう。はいえー、避難所での性暴力支援者たちが口を閉ざした過去、うん、というふうにあります。これはですねあの東日本大震災女性支援ネットワークっていうのが、うん 東日本大震災の時に立ち上がってで2014年からは滅災と男女共同参画研修推進センターというふうに名前を変えたらしいんですけれどもまあまだ活動が続いているということですよね要は、はい、で東日本大震災災害復興時における女性と子どもへの暴力に関する調査報告書よりという記事になっておりますでここで報じられているような事態は 実は26年前の阪神・淡路大震災時にもすでに報告されていたと、はい、ちょっと字小さくしてますけれどもじゃあどんなことが実際に報告されていたんでしょうかはい、はい、避難所で夜になると男の人が毛布の中に入ってくる、はいうん、避難所での強姦・強姦未遂も報告されている、うん。 仮設住宅にいる男の人たちもだんだんおかしくなって女の人を捕まえて暗いところに連れて行って裸にする授乳するところをじっと見られストーカー行為をされたボランティアの女性が後ろから繰り返し抱きつかれたこれですよねしかも周りの女性も若いから仕方ないねと見て見ぬふりをして助けてくれなかったと。 うん、女性も加害者側に回ったっていうことですよね。うん、まあちょっとねあの平常時ではないので、うん、まあこの女性たちもちょっとどういう状態だったか分からないので一概に責められないなとは思うんですけれども、うんうん、まあもう単純に責められるべきはこっちですよね。非常時 っていうところが、もしかしたら、この方たちの逃げ道になったのかもしれないですけれどもね。うん、やっぱり平常時と全く違うね、メンタリティだったと思うので。で、さっきね、りょうじが二0え、あの。淡路男子の。の時、ついに報告もあったって、これ、私聞いてたんですよね。うん、知り合いがあのボランタリーで。 被災地に入って当然夜回り運動みたいなことをされてた方から、はい、実はこういうことがあってねっていう,うあの強姦強姦未遂があったんだよっていうことは実は聞いてたんですよ。ただニュースにはやっぱりならならいということも同時に聞いててうんうんやっとやっとこう社会がうメディアが取り上げてくれるようになったんだなっていうのはほんのちょっとだけど 一歩進展でもほとんど目にすることないですよね、うん、この団体がいなかったら多分表に出てこなかったんじゃないかなと思いますけど、うんはい、まあ私はこういうネタを特に、まあ、この動画配信もあるんで <laughs> 追いかけてますから <laughs>、はい、避難所での性暴力っていうのをそうだな過去にちょろちょろ目にした記憶はありますけどでも 十回ないですからね。うん、はい、うん。こういうところでも、男性側が加害者になって、うん、女性側が被害者になるってうこういう男女格差のニュースって上がりにくいですよね。うんうん、なりにくいですね。うん、はい。もうちょっと先に進めてみましょうか。はい。被災地ではですね、もともと立場の弱い人たち。 がさらにさっきいろんな具体例を挙りましたけれどもそれが2つのタイプに分かれると言われていて一、はい、つは雑魚寝が多く、まあ、毛布に入ってきたとかそういうやつですよね、うん、環境が整っていないがために暴力が助長されてしまう環境不備型。うん、そしてもう1つは 支援する代わりに見返りとして性行為やそばで世話をするように要求する対価型というのに分かれるんだそうです、うん、じゃあ具体的にどんな例があったかというのを一つずつ紹介しますと環境不備型では避難所で深夜強姦未遂がありやめてと叫んだので周囲が気づき何とか未遂に防げたと、うん、ただし 加害者も被害者も被災者の立場で百1番通報し警察が事情聴取をしたけれども被害女性が被害届を出さなかった、うんまあ、同じ地域に住む被災者同士だったっていう立場ですよね、うん、これは、うんまあ、そういう問題があったと。はい、でこの「対価型」若いお母さんで子供を連れてもう食べるものもなくて困っているところに。 特別に食べ物を分けてあげるから夜取りに来てと男の人に言われていくとあからさまに性行為を強要されたと。うん。幽霊、うん、だそうですね。うん、食べ物ですよ。<laughs> でも現実ですよね。まあね。うん。本当に私はこういう災害にあったことがないので、うん、分かんないんですけど、もし自分の子供が お腹空いたって言ったらそれは身を挺して何とかしてあげたいっていうのが親の気持ちですよね、うん、でですよ食べ物をあげるから取りに来てって言ったってことはこの男の人はおそらく一人暮らしですよね、うん、家族持ちじゃないですよね、うんうん、そんなになんか気になるんだったら世話してあげればいいのにこの後もで、うん、自分は思うんですけどね <laughs> そうじゃないんですかね この環境型と対価型って、うん、まさにセクシャルハラスメントと同じですよね。うんうん、環境型対価型、うん、本当にだから。こういうね、災害地でもやっぱり。セクハラっていうのと、社会問題というのは切り離せないんですよね。うん、結局だから、根本にある問題は同じなんだってことですよね。きっとね。うん、はい。だから、そこが変わっていかないと。 周りからこう変えていく空気を作っていかないとダメだっていうことなんだと思いますね、うん、じゃあなぜメディアに上ってこないのか表に出てこないのかっていう話が出てくるんですけども被害届を出せない理由というのがあります、はい、まず一つこれ淡路大震災の時の話ですけれども声を上げた人たちが一部のメディアから一部のメディアですよ、はい、一部の まあいくつかね新聞はいろいろあるんでしょうけど、うん、被害の証拠がないすべ、うん、て捏造とデマ扱いをされて、うん、しかもですね声を上げた人たちはパッシングがされて、うん、支援者の人たちですよ、はい、はいそれで口を閉ざしてしまったと、うん、そりゃそうですよねボランティアで支援に行って新聞社からパッシングを浴びたら精神的に耐えられないですよね うんはい、でまたボランティアがあ,のあれです後ろから繰り返し抱きつかれたっていう女性のボランティアとかああいうタイプの話ですけれども、うん、その被災者の方に「駄目です」と注意したところボランティアのリーダーからボランティアが被災者を叱って指導するとはもってのほかだと、うん、怒鳴られたと。ボボランティアは性ボランンテティィアアははでないぞうん。 ティアの活動をする方もこの先ですよこの先また同じような災害が起こったら、うん、今度はご自身の身を守るための知識っていうのもみんなでつけもし、ね、あのちょっと前の収録でね痴漢の話の時とかにあの、うん、自分の娘さんがあったらどうなんですかとか、うん、お孫さんがあったらどうなんですかっていう話が出た回もありましたけど。 自分の娘がボランティアに行ってそれをされたらこれが言えるのかっていう話ですよねその基準が全員持ってないとめられないいってうのはかるんですよやっぱり通常の精神状態ではないからだからこそボランティアに駆けつけてくださる方たちがしっかりとした知識を持っていくっていうのは大事ですよね。 え続いてここですあの加害者も同じ地域という人、うん、場合も多い、うん、さっきのあのあれですね環境,せかん環境不整備型、うんはい、のパターンでまあどちらも被災者だったとその後狭いコミュニティの中でしょっちゅう顔も合わせないといけないと。これ、うんひひ 被害じゃないんですけど、私もちょっと似たようなことがあって。私名前も隠してないし、顔も隠してない。でも地元に帰るっていうことが結構あるんですよ。うん、あのお祭りのお手伝いをしてて、地元のお囃子やってるんですけど。はい、そこの親父の一人が帰るたびに言ってくる。うんうん、ビデオ良かったよ <laughs> もう。みんな、みんな笑う。笑って,笑ってるもん <laughs> でも。でも。 ね、やっぱ同じ地域だし、あまり無理もできないし、やっぱりお付き合いがあるから、あ、ありがとうございましたって言ってサッと逃げるっていう。同じ。それ考えると小室さんの立場からしたら、同じ地域だからこそ声出してやるよって感じになっちゃいますよね。うん。逆にじゃあその親父にね、おじさんにね。 私あの人にこんなこと言われたんですって言ったらどうなっちゃうんだろうねって思いますよね。っ,とやって思いますよね。って私の毛布に入ってきたんですとかね。言ってみようかなじゃあ私が責められるのか親父が責められるのかどっちなんだっていう <laughs> <laughs> 時々なんかあれですよねあの対決姿勢が出ますよね <laughs> <私>勝ちか負けかみたいな感じのそこはスルーして次いきます。は <laughs> い <laughs> えー、ここねあの避難所の運営ってやっぱりすごく大変で,で特に東日本大震災なんかでボランティアしてる人の中には同じ地域の方もいて、うん、中にはご家族が亡くなってる方なんかもいらっしゃると、うん、でその中で安全の問題まで自分たちの安全の問題まで対応してくださいとは言い出しにくかったと。うんうん、でも 外から来てるボランティアリーダーは地域の人じゃないんでこれはやっぱり何かしらの関係性を作んないといけないかなと思いましたけどね。やっぱ優先順位ってあるじゃないですか命の優先食料の優先のやっぱ一番下の方にこう安全っていうのがあるのかもしれないですよね本当そうですよね。 であと問題がもう全部問題なんですけど、うん、ここですねちょっとくらい我慢なさい、うん、命があっただけでもありがたく思いなさいと、うんうん、日本人これ好きですよね忍びの文化、うん、耐えなさいって、うん、よく前、まあ、何だったかな何かの漫画で、まあ、女性誌にあった漫画であの「 犬にでも噛まれたと思って忘れなさいって男の人はよく言うけどじゃああんた犬に噛まれたこと忘れますかっていう話があって犬に噛まれるとね大変なんですよ、うん、ボーンと腫れてもう水仕事できなくなるんですよしかも <laughs> これ話続けます、うん、噛まれたことあるんですか <laughs> っていうところから全然違う話に移っていってしまうのでとりあえずここではいうん そうなんですよでこれに対してその、まあ、この団体の共同代表の池田さんっていう方がこの被害報告書をあげてるんですけれどこんなことを言ってるんですね。はい、こういう話をすると若い子の中にはじゃあ私は災害が起きても避難所に行かない、うん、という子が出ると。そ、うん、それれはは出出ますよね<え>こんななのがニュースででたたらだ危い話で 逃げる時は逃げないといけないしそういう対応につながってしまっては本末転倒で、うん、当時何が起きていたか話す時には必ず対策とセットでお話しするようにしていますって、うん、すごい大事なこと言われてるなとは思ってるんですけどうん、うん、そうだから何て言うんですかねこういうふうに言っちゃいしまっている人たちとかこういう何て言うのかな さっきのあれか例で出てきたような、はい、まあ男としてどうなんだって思うようなことをやってしまっている人たちっていうのは、うん、災害でで死ぬ人を増やすすかもしれないってことですよね、はい、結果的に、ね、結果的にですよね、うん、すぐではない、うん、けれども辛労でやっぱりお亡くなりになる方も当然いらっしゃる、うん、中の一つがこれの結果かもしれないですよね。うんうん うん、と思うんですね。ちょっと先に行きますけども。まあ、その池田さんはですね。あの締めくくりとして、大勢を巻き込むメッセージが必要だと、うん、はい言われています。で、どんなことかというと避難所に行くと、女性と子供は一人で出歩かないようにしましょう。というメッセージをよく目,、うん、目にします。はい、でもそうではなくて。 みんなが見守ってます。うん、など、加害者側へのメッセージにする。うん、要は。出歩かないようにしましょうって言って。もし被害に遭っちゃったら、出歩いたこの人が悪い。ってことにつながっちゃいかねないんですよね。自己責任ってやつ、ね。はい,は,いはい、はい、はい。本当そうですよね。はい、なので、加害者側へのメッセージにしようって、た、例えば。まあ、駅では痴漢に注意。 といいう看板が前渡っていたけれども、うん、最近では「痴漢は犯罪です」という加害者側へのメッセージに変わっていますと。で2016年の熊本地震東日本大震災の5年後ですけれども、うん、避難所に間仕切りが設けられたり、うん、性暴力の注意を促すチラシが配られたり。 一一歩歩前前進進ししたたた感覚はあったとでも多分そのチラシの文章はこっちだったんじゃないかなと私は思いますね。ね<ー>はい、自己責任でそうではなく多くの女性たちも声を上げて、うん、それに男性たちが一緒に頑張ろう、うん、この問題を考えようと思ってもらえたら、うん いいんだけどともうね全部私ここだと思いますね今までいろんなことをここで取り上げてきましたけどあの女性が声を上げただけだと男性はやっぱり身をもってわかんないんですよ感情論だと思っちゃうんですよね、うん、そうなんです女性がまたなんかうるさく言ってるとかピピキャキャ言ってるみたいな、うん、そんな小さいことを ギギャンギャンン騒ぐなよよって思うんです男性はうん、うん、でも小さいことって決めてるのはあんたたちだけでしょっていう話でじゃあここで起きてるようなことってあの例えば毛布に潜ってこ潜り込んできたとか暗いところに連れてって裸にしたとか、うん、その根っこにあるところって 何の気なしにセクハラしちゃってるとか気づかずにねその延長線にあってそれがたまたま被災地だったから余計エスカレートしたかもしれないですよはい、根っこ一緒じゃんって一緒です小さいことですかっていう話ですよね価値概念は自分の中だけで考えないっていうのは大事ですよね本当にそう思いますまあ今日はねちょっと 暗い、思い、話題からなんですけども、うんうん、最後にこの方がですね。こう締めくくってくれたのが非常にいいなと思っていて。うん、私は本当に、あの。一緒に頑張ろうって。賛同してくれる男性が増えれば。いいなって。読みながら思ってます。女性の問題って、うん、まあ、いろいろあるじゃないですか。はい 女性の問題だから女性が解決でできる問題はないんですよそこには男性という異性の協力がないと解決できないのが今の日本社会ですよね。本当に男性の理解協力というものがあって初めて一歩二歩前進していく。うん、変な話男性のにお願いをすることも私たち女性にはある意味スキルです。 これスキルとして持っておいて私はいいと思いますよ。お願いをするというのは女性側から男性にこうしてねっていう。そう、そう。うんうん、なるほど。私たちはこういうことで苦しんでます。うん、だから分かってくださいだけだとピーピーギャギャって言われるんですよ。だからこうしてねお願いしますお願いしますって平等提身する必要はないんですけれども、うんうん、あくまでスキルです、うん、として持っておくことで。 男性が手のひらの上で踊り出すんだぜ。もういい。<laughs> はいはい、いいです。はい、あ、わ、わ、私が手のひらの上なのかなって今思いましたけどね。自分のとなるでしょ <laughs> はいはいはい。うん、うん。まあ、本当にね。あの。冗談じゃなく、あの。もう何十年。うん、もう百年以上、何百年ですよね。こういう問題って。 日本の中でなくなってきてないので、うん、っていうことはやっぱり男性側の意識が変わらないとなくならないということですよ。はい、うんうんはい、どうですか男性あの。自分の周りに大事な娘さんとかお嫁さんとか大事な女性がいらっしゃると思います。憧れててるる素敵な女女性性がいいらっししゃると思いますその女性に対して 毛布に潜り込んでくる側暗闇に連れて行って裸にしちゃうような男だと思われたいですかそれとも一緒に頑張ろうって声を上げられる男性だと思われたいですか考えてみていただきたいなと思いますはい、はい、じゃあこれの <laughs> <laughs> はいまとめていただきたいと思いますまとめますはい性被害で苦しんでいる女性を代表して これを見てくださっている男性のあなたに伝えたい私たち女性は金切り声を上げて社会を変えたい変えたいと言ってるわけではないんですただ分かってほしいそしてあなたの協力を仰ぎたいそれだけなんですこれを見てくださっている男性のあなたの協力をお願いしたいと思います以上です素晴らしいでは綺麗にまとまりましたところで 小室よりのネットでウィークエンダー、今週はこの辺でお別れにしたいと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。